フリートーク、はい、はい、フリートークでございます。もうね、まあまあもう2日前ぐらいの話なんですけど先生、はい、僕その寝てて、うん、まあ、朝ですよ、朝電話が鳴ったんですよ、枕元に置いてたスマホが、うん、はいはい、でその LINE 電話で電話が来て、うん、でその見たことのない名前が出てたんですよね、うん、まあ、あるかあの名前が出てて、うん、でもう全然知らない人なんですよ僕、うん、で電話鳴ってるからもう知らない人だし出ないとこうと思ったんですけど、うん、もうずっと鳴ってんですよ、うん、でその出た文字その名前っていうのがちょっと親戚の名前と一緒だったんですよね。ふとこれ見てて思い出してあれ親戚かなと思って、うん、なんかあったのかなと思って、うんうん、でも僕の電話番号分かるのかな、心配で、ね、心配で、あ、もしかしてなんかあったのかもしれないと思って長いこと電話になってるからでバッて出たんですよ、うん、そしたらわがままってもう本物の犬の鳴き声でわがままって犬が鳴いてるんですよ。ね、うん、ね、うん、もう犬から電話来たと思って生まれて初めてだこんなのと思ってもう46年生きてきて犬から電話がね聞いてさすがにそれは通らねえと通らないと通らないと本当の話だと通らないよ本当の話もうちょっと寝ろよ寝た本当の話なんですよ本当の話本物の犬がわわわわ泣いてるから僕ねだからそれもう困ってもうね犬語しか分かんないしでも仕方ないからもうピッて切ってまあそれで終わったんですよ。だからそれからもう折り返し電話もかかってもないしなんか犬の勘に触ることをしたんだからしてないです。呆れられて階段もかかってこなかった。いやだからでもさ、うん、いや LINE 電話ってそもそもだってこう登録とかしとかないとつながらないものではないの。いやだからそこら辺が分かんないんですよ。だってなんかこう赤の他人から LINE 電話かかることってないような気がするんだけ どいやでもあるんですよ。その、うん、あの赤の他人で全然知らない人からいきなり友達になったとかあるんですよ。へえ。ああのこうどんどん勝手に友達追加機能みたいなあれでこう、はい、お友達になっちゃってるのか。そうですそうです、うん、そういうのがあるんで多分それの類だとは思うんですけど酔っ払った時に犬と友達になっちゃったんだからあ、それで LINE 交換した。LINE 交換してよしかけてやろうってベレラワンワンワンって言ってあれあの時いや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 ないと思いますけどそんな器用な犬いないって。いやだからこれはね考えるに多分なんかそのボタンを押しちゃったというか、うん、まあまあ必ずとは思うんですよ多分ね。そうでもまあその飼い主が開けっぱなしの状態だかなんか知らんけど出て、うん、で鼻でどっかこう押しちゃってそうそうそうみたいな、ね、短縮とかこうワンプッシュでつながっちゃうのはいつ、ね、あるでしょうから。そうそうでもさそういきなりだから撮って、うん、ワンワンって確かにすごい怖いじゃんまず。いや怖いで何が起こったびっくりしました、ね、だから電話撮って、うん、怖い電話ってどんなのあります。今まで、うん、いやでもそれがそれはまあここ最近では一番怖かったですけど、まあそれね、本物の犬なんだもん。犬だよね、うん、よくさあれ、例えばいきなり大笑いされても怖いじゃない。まあ確かにね表示がなくって撮ったらいきなりハハハとか大笑いされても結構怖い、ね、うん、であとどいきなりおーとか怒鳴られてもやっぱ怖いじゃない。確かにね。でそういうね突発的な怖さってあるんだけど、うん、もっと怖いのってさ、うん、撮った瞬間にもう話が途中になってる人って怖くない。ああいう方ですね。いやなんかさもう続き多分なんか喋ってたんだろうなって撮った時に話の途中からいきなり聞こえ始める電話ってすごい怖いよ。それこいつ無言っていうか相手が出ない電話に向かってもう喋り始めていったんだろうなっていうのがさそれが知り合いですかもちろん。いやあれはねえ知らない人間電話だからそうだよ。だって知り合いならその後笑い話でさお前も何やってんだって言えるんだけど全然知らない人でしかもなんかわけのわかんないこと一人でベラ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 喋り続けてる間違い電話みたいなのが間違いだか無作為に電話してるのか知らないけどさそれは怖いですね。怖い危ない類ですもんね。そうだからこっちがなんとかですって名乗って対応してなんかって言うんだったらまだ、うん、まだそれでもさ怖いけどまだなんとかなる会話は成立してますからね。けどさ撮った瞬間に話の途中からいきなり始まるんだよ。ああなるほど。これすごい怖いと思う。いやなんかその昔聞いた話だと本当にまあまあそれこそいたずら電話だと思いますけどこう電話出たらいや、ね、パイプオルガンがずっと鳴ってるだとかその中聖書をずっと読んでるだとかあとお経を読んでるとかすごいね。怖くないですか。いや怖いよそれは怖いよそれみんなに聞かせようってやつね。はい。なんかまあそうなんだね。いたずら電話はダメですよ皆さん。そうだよ長谷川さん犬使ってまでそんなことしちゃダメだよ。いや僕じゃないですから本当あれは何だったんだろうと。
それでもさ、折り返しこっちからって連絡できないの？できますよ。だよね。だけどしないですけどね。なんでいやいや、だって犬しゃべれないですもん、犬と。いや別に犬が常時だってそれをスマホ持ってるわけじゃないでしょ。だから飼い主にさ、なんだって聞かない。いやいやいや、だからいやもうこれね、この話したらこの話もまたね、先生と同じでもう嘘つくなって言われるんですけど、本当の話で、だからもしかしたらその犬がね、その飼い主が何かがあったから僕にその助けに来てみたいなっていう風なことで電話したかもしれないみたいな、そんなディズニーみたいな話あります？電話だって僕はまず喋れないから会話できないですからね、いけないからそ, そうだね、そこはどこって聞いてもね、そうなんか、まあ、すごいね、もう鳴き声で僕判断するにもう茶色い犬なんですよね、なんかね。だからほんでその辺から長谷川さん話が起こる。いやイメージだからゴールデンレトリバーだと思うんですよ、あれ、あの鳴き声。いやだからさ、いや鳴き声で犬の色が分かったらさ、イメージ特技もうね、びっくり人間大集合、本当にね。まあまあまあね、まあまあまあ電話だけでこれだけね盛り上がれるのも大したもんだと思いますよ、ね、そうですね。いや、はい、ありがとうございます。はい、ということでいきなり収束します、はい、ということでよくわかんないけど、はい、そういうことで、ね、ありがとうございました、はい。